အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖူးပါ Saturday with Phu Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအဲဒီနေ့မှာတော့အဲမီနာဆန်တို့ရဲ့ဟိုဒီဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်အဲဝါဒိုင်းနီနာတေရူ topic အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရန်ကိုအားလုံးကမျှော်လင့်နေမယ်ထင်ကြတဲ့ guest speaker special guest speaker တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကဲဘယ်သူများဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်ハロー。みなさん。みなさん。みなさん。あきてばれ。はい。じゃあ今日はゲストスピーカーとしてネイティブの方としてアキラさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあアキラさん、早速なんですけれども自己紹介お願いします。はい。あ、日本語で。あ、大丈夫です。日本語で。あ、日本語で。はい。わかりました。みんなラバーアキーズジャパニーズブログアキーズジャパニーズブログを、運営している、アキと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、アキさんをゲストスピーカーとして来てもらって、なんか私もなんかいつも、まあ、ノンネイティブとしてわからないことがいっぱいあるので、まあ、アキラさんのネイティブのパワーを使いたいとネイティブパワー思います。はい、じゃあ、あの、アキラさんも今、まあ、ミャンマー人の、その日本語学習者のために会話とかをしてますよね。うん、そうですね。うん、あの、アキーズジャパニーズブログの方でも、スピーキングクラスを始めました。すごい。はい、まあ、私だって、まあ、ずっと日本語の教師として、まあ、長年働いてましたけど、なかなかそういうね、会話とかが、まあ、自分も、まあ、ミャンマー人だし、ノンネイティブという人だから、なんかなかなか自信がないというか、なかなか指導もできないんですよね。だから、まあ、アキラさんは、まあ、会話を実際に教えていて、まあ、ミャンマー人のその会話の、まあ、発音とかめちゃくちゃ訛りがあるとは思いますけど、どういう部分とかを、まあ、これの発音とか直さないといけないというのが、何か教えながら気づいたところがありますか？そうですね。まあ、あの僕自身は、うん、あのまあ、すごく何か教えたっていう経験自体は、うん、まあ、かなり少なくて、うん、まあ、ただその多くのかなり多くの日本語学習者の方々と話す機会があったんですね、うん、はい、で、まあ、今回の僕のスピーキングクラスというのもあまり僕自身は、まあ、教えません、うん、それはなぜかといえば、やはり僕はプロフェッショナルではないので、うん、それは教えるべきは、やはりそのちゃんと資格を持ったプロの方々が、うん、あの教えるべきなのかなというふうに思っていて、ただまあ僕が一つ思っている課題としては、あのまあ発音というのはある程度のレベルまでなれば、まあそこまで気にするものではないのかなとは思いつつも、どちらかというと細かいその日本語の表現だったり、まあちょっとまあ間違っているところが結構あったりするなと。例えばなんですけど、あの結構自己紹介の時とかで、あのよくあるパターンが、はいはい、あ、じゃあ何々さん、あの自己紹介お願いしますって言われた時に、その人が、あ、私の名前は、ザニーです、うん、ザニーと呼んでもいいですよって言われるんですよ。いいですよっていうのは、ね、さっきちょっとプー先生と、ね、話してたんですけど、あのミャンマーのソイン、あ、ミャンマー語で喋っていいですか？あ、どうぞ、ミャンマーのソイン、はい、あのーあごめんなさいって言えば、うん、って言われて、ちょの名前は、うん、ザニロコバレ、うん、ザニロコレヤバレ、みたいな。うん、それは別に自然普通ですよね、ミャンマー語だったら。うん、けど、ジャパンのダイヤイバーだけない、あれはオポーゼヤン、ヨードルケトアレモノっていう話があるんですよ。で、例えばそういうのも、みんな普通にそういう風に言ってるからびっくりして、結構多くの人が未だにそういうんですよ。例えば UFL の学生でさえそういう場合もあったりするので、これって根本的にちょっと、まあどこからそう覚えてしまったんだろうっていうのを考えると、まあ周りがそう言ってるからそう言ってしまっているのか、自分でただ勝手にそうやって翻訳して言ってしまっているのか、うん、それとも教えている人に問題があるのかと、まあいろいろな問題ね、うん、あの、あると思うんですけど、うん、まあそういったところも含めてね、あの、総合的にもう会話力というものを、うん、あの、向上させたい。そういうふうに考えてます。そうですね。やっぱり、それミャンマーの学習者だったら、そのさっきおっしゃった通りに、そう読んでいいですよとか、うん、まあね、そう、ミャンマー語では、
まあ、すごく自然に「ちのうてるこれやばれ」とかやっぱりそれが、まあ、翻訳して、まあ、ミャンマー語で考えてそれを日本語で足すという方法にパターンに、まあ、考えてるのかなと思います、うん、だから、まあ、私もすごく私いつもあのブログの中でめっちゃ言いますけどいつもそれになると直接方がすごく役に立つだろうなっていう部分もあるから、うん、まあそのね、まあ、初級の学生だから、まあ、ミャンマー語と日本語がすごく文法的に似てるから、まあ、それは別にいいですけど、まあ、文法にすごく頼りすぎというか、うん、ミャンマー語の文法的に考えてそれを日本語で、まあ、出すというのがなかなか、まあね、うまく、まあ、意味が通じない場合も結構ありますのがすごく勉強になりました、うん、はい、はい、じゃあ今、まあきらさんがそのミャンマーの学習者向けに、まあ、日本語の会話のクラスをやってるという、まあ、おっしゃってましたからそういうね、まあ、どういうレベルとか分けられますか会話のクラスの。そうですね、あの会話クラスとしては、基本的に N3 以上の方々を対象にしています、うん、なので N3 に1ですね、はい、で N5 と4に関しては、うん、あのやはりまだまあ、そもそもの日本語の基礎のレベルの段階ではあると思いますし、うん、特にリスニングだったり、うん、まあ、スピーキングに関してはまだかなりあの慣れてない方が多いと思うんですね。そうですね。で我々の学校はやはりそのオリジナルのリスニングの教材を、うん、基本的にこう活用していくんですね。なので、まあ、やはり目安として N3 ぐらいからがふさわしいのかなというふうにはそうですね、まあ、学習者が、まあ、N3 レベルぐらいなら、まあ、中級ぐらいのレベルになるし、うん、まあ、初級レベルぐらいから、まあ、発音とかにも、まあ、鉛があるとは思いますけど初級レベルぐらいにはあんまり私は、まあ、訂正しない方がいいかなって思う部分もあるから、うん、まあ、ある段階までね日本語ができるという段階で、まあ、発音にまあ、注目して教えた方がいいかなって思っています、うんうん、まあ、さっき、まあ、アキさんが言った通りに何て言うかなその資格をちゃんと持ってる先生が教えられてます、はい、ということなんですけどそれがネイティブの日本人の先生なんですか。あ、そうです、もう全員日本人でやってますね、うん、まあ、そうですね、まあ、やっぱりそういう会話とかを、まあ、教えるとしたら、まあ、ネイティブの人がいいんですね。うん、うん、まああとその、そうですね、やはりそこはこだわっていきたいところですよね、日本人であるよっていうところは、うん、まあ、その発音なんかは特にそうだと思うんですけど、まあ、やっぱり私たちも、まあ、日本語を教えてると、まあ、そういう仕事をやってるんですけれども、まあ、たまにやるんですよ、学習者が先生、そういう場面でそういう会話が自然ですかとかで、突然聞かれたら、私もノンネイティブとして、あまり、まあ、答えられない場合もあるから、それが。すごくネイティブの先生がね、まあ、いる方が、いた方がいいかなってすごく思います。うん、はい、じゃあ、アキさん、今、その会話のコースを、まあ、教えて、まあ、やってるということなんですけれども、そもそもそういう会話って、会話のコースでどういう、まあ、シリバスとかがありますかというのを紹介してもらえますか？うん、はい。そうですね、まあ、本当に具体的なものは実際に入っていただいてからっていうふうに思ってるんですけど、うん、はい、まあ、でもざっくり言うと先ほどお伝えしたようにそのオリジナルのリスニングの教材があって、うん、でそれというのは、まあ、既存の教科書の中に含まれているものよりもさらに実践的で、うん、例えばですよ、マクドナルド行きましたとか、スターバックス行きましたとか、セブンイレブンのコンビニ行きましたとか、じゃあ行った時に、普通、日本人同士ってどういう風に言うのかなっていう、極論ですけど、コンビニで一言も喋らず終わる時もあるわけですよ。でも例えばそういうことも含めてね、なんかその、いかにリアルなものに近づけるかっていうのを結構追求していて、なので、皆さんには、できるだけそのリアルなもの、を聞いてもらって、うん、でそれをまあ知っておく、あるいはもちろんそこからもうそれを身につけられることが一番いいと思いますけれども、うん、あくまでまあ知っておくレベルでは最低限になってもらって、うん、なので、まあ、それリスニング教材を活用して、うん、まあ、我々が独自で考えている学習方法もあるのでそういったものを平日は絡めてですね、うん、自主学習を基本的にはしてもらいつつ、はい、まあ、週に1回プロの先生とお話をするという、うん、そういったサイクルでこう回っていくものになってます、うん、そうですね、さっきまあ、おっしゃった通りにその実際に日本へ行ってみたらどういう場面で使える日本語を、まあ、メインとしてフォーカスして教えられて
ってるということですね、はい、じゃあそもそもアキさんがやってるその会話のコースはどんなコースがありますかというのをご紹介してもらえますか。はい、まあ、大きく分けて2つありまして、はい、1つが一般的なスピーキングクラスになりますね、でもう1つがスコアラーシップクラスっていうものになります。はい、でそうなんですよ、名前はちょっとスコアラーシップにしてるんですけど、まあ、1つ目のスピーキングクラスというのが一般的な会話のクラスになります、でそちらが中級と上級のみですけれども今用意していて、はい、まあ、それが中級であれば N3、N2 が対象で、まあ、上級であれば N2、N1 というふうに一応目安としてはあるんですね、はい、でスコアラーシップクラスに関してはもう日本の日本語学校にもう留学をするっていう前提のクラスになってます。お、はいはい、なのでその日本語学校に留学したい方はそちらのコースに通うことで、まあ、結局その、まあ、いろいろと手数料って多くかかるじゃないですか、日本語学校に行くにも。でそれまでにもできるだけ日本語学校は実際にやるような授業に近いものを我々の方で事前にやることによって、まあ、日本に来てからいいスタートダッシュが切れると、まあ、そういったものになってますね。だからその2つが一応メインのクラスで展開して、はい、じゃあその日本語学校へ行く前の段階からでも入ってもいいということですか。そうです、そうです。じゃあ入国前からなんか会話のために何か準備して、まあ、準備したらいいというか、そういう内容とかも含まれてるという感じですか。そうですね、もう本当に全くゼロなんですって、全く日本語を勉強したことがないんですって方に対しても、うん、このスコアラシップクラスであれば最低限のことを全部教えることは一応用意してありますね、はい、わかりました、はい、じゃあその、まあ、アキースジャパニーズブロックですね、はい、はい、私も、まあ、Facebook とかで、まあ、たまには見ますけど。ありがとうございます一応なんかどういうことをメインにフォーカスしてしてることですか。まあ、基本的には日本のエンターテインメントですね、うん、まあ、そういった観光地だったりとか、はい、まあ、今流行りのスポット、まあ、食だったり、はい、まあ、そういったもの全般を、うん、いち早く、うん、ミャンマーの方々のみに、紹介をしているという、はい、チャンネルにはなってますね、うん、はい、そうですね。じゃあアキさんのブログ、まあ動画とか見たら、はい、まあ、日本の、まあ、有名なところとかね行くのを、まあ、ミャンマー人向けに、まあ、ミャンマー語で喋ったりして、まあ、ミャンマー人のみに紹介してもらうんだなっていう気がしますね。はい、はい、じゃあ、まあ、最後の質問として、はい、まあ、ミャンマーの人が日本へ行くためにすごく日本語が、まあ、上手になりたいとか日本人とすごく話したいとかがあるとは思いますが、はい、まあ、アキラさんもね逆にビルマ語、ミャンマー語を勉強してて、まあ、どうやって、まあ、言語、外国語を、まあ、上手になる方法とか、それをまあなんかミャンマーの学習者にアドバイスとかありますか。はい、そうですね、まず日本語のスピーキングが上達したい、ということであれば、まあ、アキーズジャパニーズクラスにまずは通うことめちゃくちゃビジネスですよ、ね、はい、っていう、まあまあ、半分冗談で半分本気ですけどでも、まあ、そういった手段がね今となればありますよっていう話なんですが、うん、まあ、僕個人として、うん、まあ、そういった学校に通わなくても皆さんができることっていう意味では、まあ、これめちゃくちゃ言われると思うんですけど、やっぱアニメとかドラマ映画見るっていうのはすごい大事ですよやっぱり、うん、でそれはなんだろうな、無理やりなんか人に勧められたものを見るというよりかは、自分何かしら皆さん好きなことってきっとあると思うんですけど、うん、できるだけそれに近い内容を見た方が興味がより持てると思うんですよ、うん、なの で、 そうですね、そういったところからですね、まずは見てみたりして、うん、そういったまあリスニングとか、うん、実際のシーンを面白く見ながら、覚えることもできると思うので、まあ、教材としては自分も役に立つものなのかなとはもちろん思っていて、うん、でただそれ見てるだけじゃやっぱり何も変わらないと思うんですよね、うん、そこで僕が例えばやったことっていうのは、家に帰ってからそういったミャンマーの映画やドラマを見て、はい、うん、彼らが言ったことを、うん、まず紙に書いたりするんですよ。いやー、そう。で紙に書いて書いたことをまあ、合ってるか合ってないかぐらいは、まあ、知り合いのミャンマーの人に、うん、でこのなんだろうな、ウェッチャー自体合ってるかとか確認してもらったりして、うん、で今度は自分がそれを読み上げる、あるいはそのテレビで見てるままリアルタイムで自分もずっとシャドーイングっていうんですかね、うん、ずっとライピョーラボの、うん、でそういうのもずっと、まあ、もしミャンマーの人がいれば確認してもらったりしてっていう繰り返しをどんどんしていくうちに、
まずその自分が普段よく使う単語だったり、はい、言葉遣いだったりっていうのが、はい、まずそこから改善されていく、うん、で改善されていった後で他の単語っていうのもその間に入っていくことで、うん、全体的に結局こう軌道修正されていくというか、うん、っていうなんか経験は一つあるんですが、はい、まあ、でもこれはやっぱ近くにネイティブがいてこそちょっとできたものかなというのも思ったりするんですよね、うん、なのでまあやっぱ皆さんね、うん、日本人の友達がいないとかそういうことは結構多いと思うんですけど、そうですね、まあ、僕個人としてはそういったやり方で、うん、学習したりはしました。確かにそうですね。今アキさんの話を聞いてると、私も日本語を勉強してた時もすごく日本人と話したい、日本語が上手になりたいということで、まあ、毎日ぐらい日本語のドラマを見て、そこの中で出た、まあ、なかなか教室で、まあ、勉強できない言葉じゃないですか。それを、まあ、書いて、まあ、辞書を見たり、あ、そういう言葉がそういう意味なんだということをすごく勉強してなんだなっていう気がまた思い出してます、うん、学生時代が本当に懐かしい。懐かしい。皆さんそういう、ね、会話というのが、まあ、すごく上手になりたいという思ってるならば、まあ、ネイティブの先生と一緒に話したり勉強したりした方が一番効果的な方法だと思います、うん、はい、ということで今日はアキさんに、まあ、皆さんどうやって会話を、まあ、上手になれるかということを、まあ、アドバイスしてもらいました。はい、アキさん今日は来ていただいてありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんバイ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 